男子420もスタートしまして第1マークのところに来ています。男子420は霞ヶ浦勢の強さが際立っているここまでの2レース。見えているのは津工業です。セールナンバー55559の武田、熊本、つむき、福島のチームの津工業です。さあまずはやはり霞ヶ浦だ。第一マーク開口トップ56189、池田、重松、岩永のチームが1位で第一マーク開口。男子420の第3レースです。その後津工業、逗子、海星と続いていきます。3位逗子、海星、2位津工業、4位で博威工業、5位は海津、明星ですがちょっと回り直さなければいけない。5位で宮古、6位高松、7位光、この辺り混戦です。8位ゼゼ、右から左に来るヨットもいます。この辺りはなかなか難しい。9位奥、10位碧南高架、11位でも碧南高架、12位海津明星、13位高松工芸、14位高松商業、15位霞ヶ浦。もう1チーム霞ヶ浦のもう1チームは15位です。16位中村山陽、17磯部、18博威工業、19位宮古、20位で広島学院、21位西風、22位青森工業、23位別府商成、24位土浦日大、25位鹿児島商業、26位新港、27位唐津西、28位唐津東、29位高松商業、30位聖林、31位福岡第一、32位別府商成、33位稲毛、34位逗子海星、35位錦江湾、36位慶応義塾、37位福岡高校、38位聖光、39位西風、40位ゼゼ、41位津工業、42位小樽水産、43位青森工業、44位高松商業、45位石巻、46位仙台第二と回りました。男子420第一マークの開口、男子420第3レース第一マーク開口はトップ霞ヶ浦でした。池田、重松、岩永のチームです。
石巻が第一マーク回ろうというところです。では音声を切ります。さあレースは、はい、男子420です。男子420、これでトップが霞ヶ浦、やはりトップ霞ヶ浦になっています。そして女子の420のヨットがまだ前にいる状況です。男子の420、すでに最終マークを回ってフィニッシュ地点へ向かってきています。霞ヶ浦トップが56189、池田重松岩永のチームです。虹色のスピンセール霞ヶ浦、男子420第2レース、男子420第3レース、トップが霞ヶ浦、トップでのフィニッシュ間もなく。男子420も次のレースは延期なので一旦陸上へ戻ることになります。男子420第3レース制したのは霞ヶ浦、池田重松岩永のチームです。いや、これはかなり離しましたね。今他のチームは最終マークを回ったというところです。これは霞ヶ浦引き離しました。先ほどは女子420でも霞ヶ浦が上位で入っていましたが、男子の420第3レース、霞ヶ浦の池田重松岩永のチームの圧勝です。若干今会場風が強くなってきています。男子420第3レース、トップの霞ヶ浦に続いては2位です。2位は津工業です。2位津工業、そしてその後ろ逗子海星が3位。1位霞ヶ浦、2位津工業、3位逗子海星、そして4位が光、5位が高松、6位が霞ヶ浦のもう1チーム、7位で宮古が来ています。8位海津明星、9位碧南高科、10位磯部、11位ゼゼ。男子420の第3レースです。トップが霞ヶ浦です。11位のゼゼが入りました。12位宮古、13位福岡高校、14位碧南高科、15位唐津東、16位で奥です。17位高松工芸、18位別府商生、19位中村山陽、20位広島学院、21位高松商業、22位逗子海星、トップは霞ヶ浦です。逗子海星で22位のフィニッシュ、23位鹿児島商業、24位博伊工業、24位博伊工業、25位清風、26位福
岡第一、27位別府商成。雨風が強くなっています。和歌山の海です。27位の別府商成のフィニッシュ。トップは霞ヶ浦でした。男子420の第3レースです。27位のフィニッシュ。そして28位の稲毛、29位の整備。29位セイリンです。30位です、高松商業。30位高松商業、31位青森工業、32位慶応義塾、33位唐津西、34位土浦日大、35位津工業です。その後36位で小樽水産、37位金光湾、38位ゼゼ、39位石巻、40位新港。そして成功がフィニッシュ。あと4チームです。セーフフィニッシュ。あと3チーム。仙台第二、石巻、青森工業と東北勢です。これで全チームのフィニッシュです。男子420第3レース、トップでフィニッシュラインを越えたのは池田海斗、重松俊、岩永亮太の霞ヶ浦でした。